東方公楽劇場はかつて京都市中京区に存在した日本の映画館である。経営、運営は東方の完全子会社株式会社公楽会館が行っていた。河原町三条の三条通りに面した東方公楽会館ビル内にあった。2005年頃までは洋画と邦画が交互に上映され、その後はヒット予想の高い邦画が上映された。 東方シネマズスカラ座系の東方洋画系、邦画チェーンであり、稀に、東方シネマズ有楽座系の作品や、東方シネマズ日劇スクリーン2.3系の邦画作品も上映することがあった。定員509人。後地に建設された、京都東方工学ビル1994年の第7回東京国際映画祭、京都大会では、会場となり、来日した。 映画監督、ロジャー・コーマンが、壇上に上がった。2001年11月に新京極地区に開館し、2005年にツインビル体制となったムービックス京都、2005年に JR 二条駅前に開館した東方シネマズなど、近隣のシネマコンプレックスの影響で、観客動員数が低迷した。また建物の老朽化も、理由とし、2009年3月31日の、 トップガンとオペラ座の怪人の上映を最後に閉館となった。河原町地区の東方法画系チェーンは、ムービックス京都で上映されることはなく、新京国シネラリーベに集約されたが、新京国シネラリーベも2013年に閉館している。2009年中に建物が解体され、跡地には関西地区に初進出した。 ロイヤルパークホテルズリゾーツが2011年秋にオープンした。2007年2008年2009年京都市内にある東方系のシネマコンプレックスかつて京都市内にあった東方系の映画館、いずれも東方株式会社が経営、東方ビル管理株式会社が運営していた。現在京都宝塚跡地はミーナ京都、京国東方跡地はスーパーホテル京都、 市条河原町に建て替えられた。ありがとうございます。